そのまんまですね。自分本当こういうシュートフォームをしてて、本当さすが井上先生だなと。はい。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、田中大輝です。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行きましょう。最初のアイテムは時計です。ロレックスのデイトナっていうモデルの時計なんですけど、自分が24歳の時に背番号が24ということもありまして、何かこう一つ大きな買い物をしたいなということで購入した、時計です。かっこよく決めたいっていう時にはやっぱりこのお気に入り時計をつけていくようにはしてます。ロレックスの時計がこう昔から、まあ、憧れもあったり、好きだったりもして、やっぱりシンプルに本当見た目が一番こう、まあ、これだと思って、その中でもやっぱり自分は黒が好きなので、この黒の時計を知り合いの方にちょっと探してもらって、自分が通ってた高校が長崎の長崎西高校っていう高校なんですけど、その西から取って、まあ、24をずっとこうつけてて、内容の濃かった、時期をこう過ごさせてもらったのが高校時代かなと思ったので、まあ、背番号をそういうところにこうかけて24をつけてます。次のアイテムは絵です。この絵はもう皆さんご存知の大人気漫画スラムダンクの作者である井上雄彦先生が、自分のために描いてくださった絵で、家宝として飾ってある、とても大切なものです。対談をさせていただいて描いていただいたんですけど、食事ご一緒させてもらったりとかして、本当に夢のような時間を過ごさせていただきました。バスケットのもちろん話はもちろんですけど、何回かこう車で走ってるとこ見たことあるよとか意外にこう見られてたりとか、はい、本当たわいもない話から結構いろんな話をさせてもらいました。やっぱりこの絵を見ることによって、もう一度出身に帰って一回頑張ろうってこう思わせてくれる絵なのかなと思います。そのまんまですね。自分本当こういうシュートフォームをしてて、本当さすが井上先生だなと、はい、あ、次に紹介するアイテムはこれ、コロコロです。自分掃除が大好きで、本当掃除アイテムとしてはもう欠かせないアイテムなんですけど、それと同時に服についてるホコリだったりとか塵だったりを取るのにもすごくこう愛用してて、遠征に行くカバンの中には必ず入ってますし、ストック家にめちゃくちゃあります。詰め替えじゃないですけど、交換段ボールにこういっぱいのやつが部屋にこう置いてあります。出かける前は必ずやりますね、こうやって。そういう服にこう何て言うんですかね、が汚れてたりしてる人を見ると、これをこうおすすめしてあげたくなるというか、結構見られてるよっていうのは、はい、伝えたくなっちゃいます。部屋をきれいにしてから出るっていうのはもうずっと自分がやってる、まあ、ルーティーンの一つというか、はい、ですね。みんなからは潔癖って言われるんですけど、自分では全然そんなことはなくて、はい、普通だと思います。次に紹介するアイテムはオーツミルクです。最近流行ってて、もう本当皆さんよくご存知かと思うんですけど、食物繊維がすごく多く含まれてて、栄養素がすごく高い飲み物になってますまあこうプロテインをこのオーツミルクで割って飲んだりだとか、コーヒー屋さん行っても最近はこうオーツミルクに変更してもらったりとか、麦ですね、塩麦って書いてありました。割ってますかね、書いてないですね。オーツ麦っていうんですか、か塩麦って書いてあるんですけど、生活習慣病の予防にもなりますし、腸内環境もきれいにしてくれます。あまりの砂糖も入ってないですし、で第三のミルクと言われてるらしいですこれ編集っすね次に紹介するアイテムはカメラです。あまり正直詳しくはないんですけど、素敵な写真を撮ってこう思い出に残したいなということもあって、ライカのカメラを購入して、言いたくはないんですけど写真だけを載せてる裏アカウントを持ってたりします。これはもう身内だけで、誰がいい写真をこう撮れるかっていうのをやってて、そっちのアカウントでは自分のことを写真家って言ってます。伊勢神宮に機会があって、
そこで撮った写真なんかは自分的には結構いい写真が撮れたんじゃないかなと。こういう風な伊勢神宮のおかげ横丁の写真だったりとか、まあ、これは有名な鳥居のところです。鳥居というか入り口のところですかね。あとはこういう自然を撮ったりして、ちょっと恥ずかしいですけど、アドバイスいただけたら嬉しいです。はい。これは試合前にあのバナナを食べるチームメイトの写真。次に紹介するアイテムはマッサージガンです。このハイパーボルトのマッサージガンというのは、これが結構有名なものだと思うんですけど、自分も本当愛用させてもらってて、先端の部分もこう何種類か種類があって、まあ、でもやっぱチームメイトもほぼみんな使ってるので、練習前はもうこの音がたくさん鳴ってますね、体育館の中で。いいですか？まあ音します、ね。こんな感じです。こうやって肩の筋肉もほぐれますし、足の付け根だったりとか、本当にこれ今アスリートみんな持ってるものなんじゃないかなと思います。次に紹介するアイテムは水です。やっぱりもう水はもうマストですね。自分は代謝もいい方でこうすごく脱水になりやすいので、よくやっぱりこう注意してこまめに、水分は取るようにしています。これが書いてあるのだと、多分朝8時から夜の8時までに飲みきれということなんだと思うんですけど、忠実に従って、飲むようにはしてます。これはチームメイトのアレックスっていう外国人選手がいるんですけど、 3.5 リットルぐらい入るんですよね、多分ね。それをこう1日かけてこまめに摂取するといいよっていう風なことでプレゼントしてもらったので、すごく優しいチームメイト、自分も大好きなチームメイトがくれたものなので愛用しています。次のアイテムは香水です。リトゥっていうところの香水で、わりかしこう爽やかな匂いのタイプ、車の中もこの匂いですし、家の中もこの匂いですし、なんか自分のこう近くにいる人たちっていうのは、この匂いはもう自分の匂いっていう風な認識があると思います。試合前はあまりつけないですね。でも出かける時とか、はい、家出る前に体に振って出ることが多いですね。これどんな匂いっていうんですかね、爽やかな匂いで、周りの評判も良くて、みんなからいい匂いだねって言われることが、はい、多いのかなと思います。次のアイテムはコーヒーです。もう僕の日常に本当に欠かせないもの、リトルナップコーヒースタンドっていうコーヒー屋さんのコーヒーなんですけど、自分にとってこうスイッチを入れさせてくれるものなのかなと。練習場に行くちょうど途中にあるので、車でこうぐらっと寄って、もう店員さんたちとは顔見知りっていうんですか、はい、みたいな感じになってます。いつも自分はラテを飲むんですけど、はい、もう自分が来れば、まあ、多分店員さんは分かってくれてると思います、はい。以前はいろんなコーヒーマシンをこう知り合いから聞いて家でやってたんですけど、やっぱりこうお店の味には到底こうかなわないなということで、そこからもうやめてコーヒーショップに必ず立ち寄って、はい、購入するようにします。次のアイテムはスニーカーです。自分大学生の頃からナイキさんにお世話になってて、100足ぐらいですかね、スニーカーを所有させてもらってるんですけど、その中でも今回はこの酒井とのコラボだったりとか、フラグメントのコラボだったりとか、自分のお気に入りのものを、はい、持ってきました。結構こう見た目インパクトが結構あって、履きづらそうなイメージもあるかと思うんですけど、これ履いてみるとめちゃくちゃ履きやすくて、黒もあったりとか、結構何種類か所有してるぐらい、はい、大好きな靴ですね。こっちは正直まだ1回も履いてないです。僕の10エッセンシャルズ、皆さんいかがでしたでしょうか。個性的なアイテムを紹介できたんじゃないかと思います。皆さん何か気になったものがあれば手に取ってぜひ真似してみてください。感想を教えていただけると嬉しいです。10エッセンシャルズ、田中大輝でした。それではまた試合会場でお会いしましょう。